によってトマトのコクがアップ。最後に茹でた麺を絡めたら、赤イカのパスタ、いしりトマトソースの出来上がりです。
こ行かないよ、なかなか行かないよ。なんかこの子どこだろう、ありがとうございます。
日は日中多少晴れ間があるかもしれませんが、雨が降ったりやんだりの状況になってます。週間予報更新です。何やってんの？で、火曜日まで曇りや雨ですが、水曜日からは晴れ間がありそうです。関東と伊豆諸島です。こちらも火曜日まで雨が降りやすいですが、水曜日以降晴れるようになってきそうです。しやすい日がしばらく続くでしょう。今から緊急警報放送の試験信号を NHK から放送します。緊急警報受信機をお持ちの方は受信機が信号を正しく受信するかどうか確かめてください。Thank you.
市を流れる御巣坂川では堤防がおよそ30メートルにわたって崩れました。土のうを積んで補強しています。松阪市は周辺の平町に住む52世帯101人に避難指示を出しています。昨日久伊瀬川の水位が上昇し一時緊急安全確保が出された岐阜県大垣市の赤坂東地区では住民が水に浸かった車を修理に出すなどの対応に追われていました。東海と近畿で150ミリ、関東甲信で100ミリなどと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。次です。341人が死亡し、3人が行方不明となっている能登半島地震の発生から今日で8ヶ月です。地震で被災した飲食店などを支援しようと、JR 金沢駅前にある石川県立音楽堂は、今日から玄関前の広場やホールをキッチンカーや特産品などの販売のために無償で貸し出す取り組みを始めました。初日の今日は石川県立音楽堂の玄関前の広場と入り口のホールに合わせて7つの店舗が設けられました。あれおかしいって言ったの？バカなやつ。このうち屋外のキッチンカーでは店舗が全壊した穴見瀬町の飲食店が天津飯を販売し、訪れた人が買い求めていました。もうすごく場所に困っていたんです。販売する場所、金沢のね、駅の前でこうやって出店させてもらってるおかげさまなので、全国の皆様にぜひ能登のことを知っていただきたい。石川県では仮設住宅の建設が進み、避難所に身を寄せる人が減る一方、解体される見込みの建物の数は
は当初の想定より大幅に増えていて、安定した住まいの確保が課題となっています。大リーグドジャースの大谷翔平選手がダイヤモンドバックス戦で今シーズン44号の先頭打者ホームランを打ちました。前日43号を打った大谷はプレーボール直後の1回粘って8球目
きく減少した快速が増発され、平日は1日に7本、土曜と休日は12本増えましたが、半年前までと比べると少ない状況が続いています。今日は千葉市美浜区の幕張メッセなどで様々なイベントが開かれ、最寄りの海浜幕張駅には午前中から快速を利用して多くの人たちが降り立ちました。ものすごく正解だなっていう感じが思います。イベント毎年来てるんですけど、以前も思ってたんで、快速の方がやっぱり早いっていうのもあって、ちょっとありがたいなっていうのはやっぱりあります。髪がちょっと増えてくれたら嬉しいかなとは思いました。この後も土砂災害への警戒を続けてください。お昼のニュースでした。紹介します。